木嘘は、太宰府天満宮をはじめとする全国の天満宮で嘘、改心時などに用いられる木製の人形のことである。野鳥の嘘太宰府天満宮で正月7日取国に行われる嘘改心時の伝承では、当地にて菅原道真が蜂に襲われた時に嘘の大群が飛んできて助かったという。各地の天満宮でも同じような伝承が最も多い。そのため、 キウソが配られることが多いが、天満宮でなくても授与する神社もある。近年はキウソの他にも、ハリコや土人形の嘘もある。また、嘘ソは、元来、太宰府天満宮で鬼すべと共に行われる、吉祥神事が発祥とされ、京都市上京区の北野天満宮は、天神信仰の中心の一つであるが、嘘買神事はなく、キウソも配布しない。しかし北野天満宮から勘定された、 天満宮でも嘘会心時を採行する神社は多い。材質は木製で、材質は神社によって異なるが、太宰府天満宮の木嘘は、宝の木を用いる。形状は円筒型か高く中の木材に横方向の切り込みを入れて、嘘の腹を作る。口や腹の部分は赤く塗り、頭部に金箔を貼ることもある。下部には、墨で足を描くほか、神社の印鑑を押すことがある。 嘘の背中にあたる部分は木材を削り出して反り返させ、羽を表現することがある。戦前に作られていた木嘘の中には木肌を削らずに残したものもある。木嘘の用いられる行事として有名なのが嘘替えである。主に毎年1月7日の夜に行われる行事で、替えましょ、替えましょと言いながら木嘘を交換し、神社が紛れ込ませた金の木嘘の手に入れたものには、 その年の幸運が約束されるというものである。現在では旧祖の裏側に番号を書いておいたり、旧祖と共に福祉券を配るなどで金の旧祖を授与する例もある。この他にも、役年の者が家々に配る、大晦日に神社で授与するなどの使用法もある。ありがとうございます。